こんにちは、トレーナーの小原です。トレーナーの岡部です。はい、今日は肩のトレーニングを岡部さんと一緒に行っていきたいと思います。今日の種目の説明をお願いいたします。じゃじゃん。はい、ショルダーデーです。1つ目、サイドレイズ。2つ目、フロントショルダープレス。3つ目、リアレイズ。今日も3種目一緒にトレーニングをしていきたいと思います。はい、肩トレのいいところをどうぞ。はい、まあ、男性ですとこのたくましい肩、あとは肩幅ですね、が手に入ります。女性ですと肩の筋肉ができることによってウエストが細く見えますので V シェイプを手に入れることができますので、ぜひ皆さんかっこいい体を手に入れていきましょう。はい、頑張りましょう。はい、まあ、これからジム行く方もぜひ参考にしてやってみてください。では早速やっていきます。レッツスタート。最初はサイドレイズからです。肩の中部、真ん中の筋肉を鍛えるトレーニングです。やり方です。やり方はですね、腕を横に上げていくんですが、肩の高さまで手を上げていきます。これ以上上げても肩に効いてこなくて僧帽筋に入ってしまいますので、肩の高さまで上げていきましょう。で、手の開く位置なんですが、真横ではなくて少し前、斜め前に上げていくようにしてください。真横に上げてしまいますと肩の炎症が起きる可能性がありますので、前に上げると炎症が起きづらいです。マスクがきついです。はい、はい、ではこれをポイントを押さえて、あとは軽く肘を曲げることを意識してください。それではやっていきましょう。回数は15回から20回ギリギリできる重さでやってみてください。それではいきましょう。ではまずアップからいきます。はい、さあ、行くぞ。2種目目です。2種目目はダンベルを使ったフロントショルダープレスを行っていきたいと思います。ベンチはこの背もたれをもうマックスに上げていただいて、背もたれしっかり90度になるように設定をしてください。で、ダンベルを使って行っていきます。まず座っていただきましたら、ダンベルを下から持っていただいて肘を曲げて肩の高さにまずセットしてください。で、ここから両手を上に上げていきます。手の甲は正面のまま、でまた肘がこう開かないように脇をしっかり締めたまま両手を上げる、で下ろす、両手を上げる、下ろすの繰り返しです。このトレーニングは肩の前側のトレーニングになります。なので使うとき、動かすときにしっかり肩の前側使っているかを意識しながら動作を行ってください。で、またダンベル持って上げるときに上げすぎなくて大丈夫です。肘がピンと伸びないようにだけしてください。肘は軽く曲げた状態のところまで上げてスタートのポジションに戻すようにしてください。これも3セット行っていきましょう。回数は15回から20回できる重さで設定をしてやってみてください。ではやっていきます。スタート。
はい、では次はリアレイズを行っていきます。さばきの後部のトレーニングです。さばきの後部は肩甲骨にくっついておりますので、肩甲骨はできるだけ動かさないように、ちょっと背中を丸めた状態で手を開いていきましょう。ではこのベンチに少し斜め角度を斜めにして体を預けていきます。この状態ですね。でこの時に肩甲骨が寄らないように、肩甲骨は少し丸めたままこのまま固定して手を上げていきます。動かしてみましょう。回数は同じですね。15回から20回、ギリギリなところを目指して頑張っていきましょう。よし、また聞きやすい、効果的ですので、ぜひパーソナルトレーニング受けていただければと思います。はい、はい、体験も随時募集しておりますので、はい、コロナ対策もしっかりしておりますので、はい、ぜひこの機会にご体験してください。はい、どうもよかったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。それではまたボートでやりましょう、はい、やりましょう。楽しかったです。ではまたお会いしましょう。バイバイ。